どうもこんにちは、オレンジ先生です。よろしくお願いします。毎朝計算224日目ということで、今日もやっていきましょう。オレンジ先生はどこだということで3秒です。3、2、1、そこまで。今回は括弧2番、東京学芸大学の学という字の中に隠れていましたということでね、見つかったでしょうか。さあ今日もやっていきましょう。括弧1番が東海中学校、括弧2が東京学芸大学附属世田谷中学校、括弧3が学習院女子中等科からの出題です。今回のレベルは星7ということで、まあ平均より難しめの、ちょっと難しめの問題になっております。今回のオレンジ先生タイムは3分34秒ということで、まあ平均よりちょい時間かかってるという感じですかね。これを参考に制限時間6分としております。タイム、質問、ご意見など気軽にコメントください。よろしくお願いします。問題板書データが欲しいという方はぜひオレンジメンバーレベル2を検討してみてください。それでは白い紙とペンを用意したら始めていきましょう。3、2、1、どうぞ。
はい、そこまでにしてください。まだ解きたいという人は一旦動画を止めて自分の納得いくまで解いてみてください。それでは答え見てみましょう。ドン。カッコ1が14分の37、カッコ2が316、カッコ3が120分の11でした。いかがだったでしょうか。それではまずはカッコ1番のリプレイ動画をどうぞ。はい、ということで、まあ、この問題は基礎的な計算問題、ゴリゴリって感じですかね。一個一個計算していきます。まあ、5.5 と6分の17は分数で統一したらいいんじゃないですかね。で、まあ、1.9 に関しても、まあまあ分数でいいんじゃないかなと思います。別に5分の12をね 2.4 にしてもいいと思いますけどね。どっちでもいいでしょう、ここは。で、 2.75 割る3分の7かける3分の8のところに関しては、ここは割り算掛け算ですから一気に計算できてしまうゾーンですね。で、 2.75 っていうのは、まあ、暗記実行、2と4分の3で過分数に直して4分の11、つまりここの計算は4分の11かける7分の3かける3分の8という風に一気に計算できてしまうというところになります。最後通分して14分の37という感じですね。まあ、特に難しいところはありませんから、これをバシッとね、正解して次の問題に行きたいところです。はい、それではカッコ2番のリプレイ動画をどうぞ。はい、カッコ2番ですけれども、この問題はもう一番簡単な結合法則ですね。その結合法則の中でも一番簡単なレベル、なんでかというと、だって 3.16 がもうそのまま2ブロックに共通してあるっていうことがわかるし、 3.16 を抜き取るだけで、いいというような問題ですね。はい、ということで 3.16 を抜き取ると、1つ目のブロック残るのが 67.3 で、2つ目のブロックは足数です。ここの足数で32.7 っていうのが残るので、括弧内は 67.3 足す 32.7 で足すと100という綺麗な数字が出てきて、あ、これは合ってるなと確証を得て316と答えるわけですね。まあ、この問題は結合法則の基礎の基礎ですから、まあ、小数ではありますが、やってることはめちゃくちゃ簡単な結合法則、ぜひ、正解していただきたい問題でした。はい、それでは括弧3番のリプレイ動画をどうぞ。はい、ということでね、出ました出ました、星4ということで、激ムズ系の問題でございます。まあ、ゴリゴリね、解いていってもいいっちゃいいんだけれども、例えば1個目と2つ目ね、この1個目と2個目に関しては、20×21×22 で例えば通分して、後半に関しては 22×23×24 とかで通分して、で、まあ、計算していったりとかね、まあ、一気に全部、20×21×22×23×24 とかで通分してもいいんだけど、さすがにね、めちゃくちゃ大変な計算式になってしまうので、まあ、ここは工夫したいところなんですね。で、そこで今回使ったのが、BBB の考え方です。前回の毎朝計算でもね、BBB、扱ったし、しかも BBB 何って思う人は動画概要欄にね、僕の BBB 特訓の動画がリンクがありますから、そちら見てほしいんですけれども、BBB っていうのは部分分数分解のことで、こういう分母がですね、 20×21、21×22、22×23、23×24 みたいにこう
均等に飛びながらかつですねこうくっついてる21がくっついてて22がくっついててみたいな時っていうのは、引き算にして、こう真ん中ごっそり消えるよっていうパターンがあるんですけれども、まあそういう工夫があるんですけれども、で今回も分母だけ見るとそれなんですよね。だけど分子が全然違うわけです。例えばこれ綺麗にとこ綺麗なね部分分数分解のパターンだと全部分子が1とかなんですね。で全部分子が1だと最初と最後だけ残るんで20分の1引く24分の1みたいになるんですけど、今回は分子が1じゃないということは BBB が使えないように思うんですけど、一旦 BBB の分解をしてみます。で本来はねこれ20分の1引く21分の1なんですけど、分子が11だから、まあ、11倍しないといけないので20分の11引く21分の11っていう分解をしています。同様ですね、あともね21分の18引く22分の18とか22分の7引く23分の7とか23分の7引く24分の7この分子っていうのは元々の分子から来ていますと。でそうするとですねこの20分のそして21分のっていう風に分母でこうまとまりが出てきますよね。だから分母でそれぞれ計算していくと20分のっていうのはもうここにしかいませんから20分の11ですよね。で21分のっていうのはこことここにいます。こことここね。でこれ計算すると、まあ、マイナス21分の11足す21分の18ひっくり返すと分かりやすいかな。21分の18引く21分の11ということで21分の7ちょっと一旦ここでね約分したくなるかもしれないんだけど一旦置いときます。はい。で22を見てみるとここですね22分の18っていうのと22分の7があります。でこれは、引く22分の18足す22分の7これ逆にしてもねマイナスの世界に行っちゃいます。22分の7引く22分の18、これは要するに7回上がって18回下がると地下11階になるよねって感じね。階段7つ登って18段下がったら結局階段って11段下ったことになるよねっていうのと同じで、これは最終的にはマイナス22分の11になります。まあ、引く22分の11でもどっちでも同じですよ。で、23分のっていうのを見てみると、引く23分の7足す23分の7という風に、これは綺麗に消えるわけですね。プラマイゼロです。で、24分のを見てみると、もうこれしかありませんから、引く24分の7っていうのをここに持ってくると。はい、そうすると、分子が11のグループと、分子が7のグループに分かれると。ということで、分子が11の方を11で結合法則取ってやるとこんな感じになりますよね。11かける、でこれ11抜き取られますから20分の1引く22分のこれ11取られますから1が残るということでこんな感じになると。で足す7の方ですね、21分の7と24分の7でこれ結合法則取ってみると、7かける括弧21分の1引く24分の7で、これまあそれぞれ計算してあげて、で計算するときもね、まあ普通に計算してもいいんですけど、まあ一応この11と22の相性とかを考えるとちょっと部分分数分解の逆というかね、 20×22 分の 22-20 みたいなことをすると 20×22 分の2になって、で11が綺麗に消えて2も綺麗に消えて20分の1が残る。でこっちも同じです。21と7とかの相性を考えると、まあ、そのまま計算してもいいんだけど部分分数分解の逆をすると、まあ、分母掛け算ですね、 21×24 で分子は 24-21 になりますから 21×24 分の3、はい、で綺麗にねこの21が消えて24分の1という形になります。はい、最終的には120で通分して120分の11という風にめちゃくちゃ長い式になりました。まあ工夫を一応したんですけれども結構大変でしたということで、まあ星4で、さらに言えばマイナスの世界の話が出てきたりとか、部分分数分解の逆をしたら簡単になるよとかね、部分分数分解使えない形なんだけど部分分数分解をすると、まあまあいい感じに、式がちょっとスリムになるということで、まあ星4となかなかないというか、まあ毎朝計算シリーズでは初めてのタイプじゃないかなと思います。部分分数分解が綺麗にこう真ん中ごっそり抜けるんじゃなくて部分分数分解をした上で、ちょっと工夫をしていくっていうパターンね、初めてだったと思います。でこれに関してはね、今言ったこの解説っていうのはもう部分分数分解がかなり理解できていないと多分ね理解できなかったと思いますんで、あれどういうことだろう、ちょっとついていけないなと思った人はぜひね BBB 特訓の動画リンクに貼っておりますから概要欄見て、ぜひ見ていただければなと思います。はい、ということで今回は以上にしたいと思います。
僕は3分34秒でできたんですが、皆さんはどれぐらいのタイムでできたでしょうか。よろしければ教えてください。まあ今回はね、何をともあれカッコさんが難しいということで、まあカッコさんがバシッとねこれ正解できていたら自分を褒めてあげてくださいということで、以上にしたいと思います。よろしければグッドボタン高評価押しておいてください。そしてチャンネル登録まだの方ポチッとよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。以上、オレンジ先生でした。バイバイ。チャンネル登録よろしくね。